待ってね。はい、ポスト完了。できたよ。やっほー。さっきは皆さんたくさん来てくれてありがとうございました。優しい優しい先輩方が来てくれて盛り上がりました。また事務所にいます。セッサンセッサン楽しかった。久しぶりにやった。ハートお花いっぱいありがとうございます。イエーイ。さっきにぎやかだったからなんか寂しく感じちゃう。ありがとう。なんだったっけ名前。タワー、ダブルタワーみたいな言ってたっけ。ありがとう鈴丸さん、ありがとうございます。つなんくまくま ツインだったっけ。名前忘れちゃった。ダブルタワーありがとう。嬉しい、ありがとうございます。低いかな、位置ちょっと伸ばそう。ダブルクマタワーありがとう。事務所のサイズだ。あ、無駄。ちょっと使い慣れて、あ、これ最大なんだね。伸びんかった。ないか。ありがとう。レインボースター、ありがとう鈴丸さん。ハートありがとうね。ルンルンさんありがとう。欲しい。遠ざければいいのかな。今一人で配信してる。京都のお好み焼きさん待ってたよ、ありがとう。さっきも来てくれて。七日のレッスンシューズは何色なの。私は白ベースに青、青が入ってるナイキのやつです。今見ながら今日のレッスン着はこちら、真っ黒、真っ黒クロスケです。真っ黒大好き。無地真っ黒女でした。レナムロちゃん、オオカミありがとう。ショート丈好きすぎやん。大好き、ショート丈大好き。ショート丈ばっかり着てる。お元気ありがとう、レナメロちゃん。お元気だよ。みんなは元気？夜ご飯食べてないの？夜ご飯ね、さっき食べちゃったから。夜ご飯っていうかお昼兼おやつみたいなの食べたからあんまりお腹空いてない。黒楽なんよね。そう、楽なんだよね。これめっちゃ揺れるね。これ黒とかになんか帽子とか靴で差し色みたいなするのが好き。これ気になるよね。え、どうしよう、なんかさ、ちょっと違う棒持ってくる。
なんか本格的なやつを見つけて、これを持ってきてみました。付け替えも、難しい。ちょっと待ってください。ん？何これ助けて、誰か誰か助けてくれ。こう、ん？ね、何これ、むずいんだけど。じゃあ、ん？これをさ、もうちょっと、これ事務所のやつなんだけど、難しい。こんな感じでいけそうじゃない？で、ここは何の？ねじねじ、あーなるほどね。これはネジがいっぱいあるのこれネジがいっぱいある。で、ちょっと見ますなんかめっちゃ取れるんだけど、ちょっと待って、難しい。一回つけよう。あ、いいんじゃないかな。近いやっぱり近い。ほら、できた。いいんじゃない。ちょっと傾きすぎだけど、まあまあまあ、よいしょ。 OK。これも揺れるな。がっちり固めて。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。オッケー、オッケー、オッケー。できた、できた。ちょっと一休憩します。一休み。くっちさん、タコありがとう。めっちゃ時差。ルルさん、お元気ですか。ありがとう。元気。
元気出して。ファイティン、ありがとうございます。わ、どんどん探してしまってて嬉しい。ありがとうございます。まだ事務所にいる。じゃあ私のポーチの中身でも紹介してみたりしようかなと感じです。リハの時髪結ぶの、結ばないことが多い。夏は結ぶ、あーでもあんま結ばない。私のポーチはこちら、毎日持ち歩いてるシェラミョー、パンパンに入ってる。こちらです。バッグも、バッグもってこれ、私のポーチ、セーラームーンです。メイクポーチじゃない、なんかメイクポーチじゃないけどって感じのやつです。まず鏡、鏡と櫛とミンティア、ミンティア食べよう。目が覚めます。これはリップ、今はつけてるリップとリップとリップこれは薬用リップ。とハンドクリーム、金木犀、これめっちゃいい匂いなんだよね。おすすめです。皆さんもう匂い金木犀、ハンドクリーム塗ってる。結構持ち歩いてます。めっちゃいい匂いで、甘い系の金木犀です。これはほら、うん、いい匂い。ここのメーカー、香水なんか入れ替えてと、これあのネイルオイル、これも金木犀、めっちゃいい匂いする。これもちょっとこれは違う系の金木犀、めっちゃいい匂い。金木犀にまみれています。最近の私は金木犀大好き。ハンドソープも、あ、じゃあボディーソープも金木犀使ってます。ロクシタン、ロクシタンって読むんだ、ロクシタンの金木犀です。
以上、私のポーチの中でした。ネイルオイル押したらなんか乾燥、ネイルのここ乾燥しなくなるのと、なんか何だったっけ、分かんない爪かわいい、とりあえず爪かわいいって感じ。ちょうどここにあったので紹介してみました。とさ、最近うお薬局とかさ行ったらめっちゃ金木犀がもうまみれております。そんな感じでした。と私のメモ帳、リハとかで使うやつ、あの立ち位置表とか書いてる、立ち位置の番号とか、私のメモ帳でした。なんかさ、ペンと紙あるからちょっとなんか書こうん、荷物は少ない方だと思う、多分。ハート、日曜日皆さん何して過ごしましたか。やっほー、今日もお疲れ様。うわ、手にいっぱい黒いのついてしまった。うわうわ、ピンクもついてる。雨、あ、そうだったね、雨って言ってたね、朝。東京の方は雨が降ってるみたいで。やっほー、今日も一日おつ。いや、ちょっと汚れちゃった手が。ラスト1枚消毒のやつ。めっちゃついちゃった、ペンが。さえちゃんもさっきついてた。14度寒いね、関東の方は。初見です、透明感えぐいです。え、嬉しい、ありがとうございます。嬉しいですね。七日クイズ出してほしい。七日クイズ、いいよ。何しよう、今何が食べたいでしょうか。七日クイズ、今私は何を食べたいと思っているでしょうか。当たった人には豪華プレゼントがあります。なんと思う。うわ、豆乳鍋いいね。うどん、酢豚、うわ酢豚、うわみんな酢豚びっくりした。酢豚最近食べてないんだよね。お、アイス、うわ、ボン、うわ焼き鳥いいね。なんでしょう、たこ焼き、ブー、もつ鍋、ブー、餃子、ブー、カレーライス、ブー、ゴンちゃんねも、ブー、たこ焼き、ブー。うわ、三角チョコパイさ、なんか新作出たらしいね。ヒント、お菓子の中のものです。
当たった人マジで結構すごいかも。初見です、ありがとう、こんにちは、こんばんはか、よろしくお願いします。お菓子の名前言ってください。パイの実ブー、じゃがりこブー、グミブー、なんでしょう、ポタポタ焼き美味しいよね、ブー、キノコのさ、ブー、キノコの里、キノコの山じゃない、あれ分かんなくなった。雪見だいふく、ブー、キットカット、ブー、あ、でもキットカット結構惜しいかも。わ、ガルボ美味しいよね、でも違うんだ、オレオ違う、チョコ、わ、おにぎりせんべい美味しいよね、え、ちょっとみんな頑張って、チョコ系、あ、小枝正解、こうちゃんさん正解です、小枝ちゃんでした。小枝が今めっちゃ食べたい気分、みんなめっちゃ美味しい、小枝でした。小枝の芋アイス食べたよ、めっちゃ美味しいよね、小枝でした、ありがとうございます。7日問題1、あ、2、2個目言いますね。何しよう。で、小枝、ちょっと話変わるんですけど、小枝のめっちゃ長いの欲しくないですか？なんかポッキーみたいな感じで。小枝じゃない、大枝。大枝ってあるよね、確か。大枝の小枝バージョン。ん？小枝バージョン、小枝の大枝のやつ、なんか前食べたことある気がする。まあそんなのはいいとして、じゃあ今日、今日食べた、お昼に食べたパンは何パンでしょう。さっき見てくれた方はわかるかも。メロンパン、ブーか、焼きそばパン、ブー、フランスパン、ブー、塩パン、ブー、これ結構見てくださった方は分かるか。正解はカレーパンでした。もう答えがいっぱい出てたカレーパンでした。じゃあ何のパンと迷ったでしょう。カレーパンともう一個のパンで迷ったんですけど、何と迷ったでしょう。これ当たったらマジですごい。これこの名前が出てきたら本当になんかあの運命感じるぐらいすごい。結構普通の名前じゃない。ツバンパン、ブー、コーンマヨパン、ブー、塩パン、ブー、クロワッサン、ブー、ソーセージパン、ブー、ホットドッグ、ブー、ピザパン、ブー、アンバター、ブー、チョコパン、ブーです。コッペパン、ブー、ジャリパン、ブー、明太フランスパン、ブー、ココア揚げパン、ブー、食パン、ブー、トリュフパン、ブーむずいよね。きなこパン、ブー、カニパン、ブー。ヒント、チーズ。チーズ、
チーズパンブー、ハムチーズブー、クリームパンブー。これは結構むずいよね。ピザパンブー、ソーセージチーズパンブー、チーズから始まるチーズパンです。なんでしょう。明太マヨネーズパンブー、チーズカレーパンブー。わー、差が縮まってる。ありがとうございます。チーズピザパン、おお、チーズフォンデュパン、正解。みゆちゃん正解です。チーズフォンデュパンでした。チーズフォンデュパンとカレーパン迷ったけどチーズフォンデュにしました。結構難しいでしょこの質問これ当たったらすごいよ本当に。どこに売ってるの？どこで買ったんだろう。今日のお昼ご飯で出てきた、スタッフさんが買ってくれた。どこだろう、わかんない。めっちゃ美味しそうだったんだけどカレーパンにしました。七花王だね、確かに。マークイズかな多分。じゃあ何にしよう。私ねえ、むず、何しよう。じゃあ朝ごはんは何でしょう。今日の朝ごはん言ったかな、これ。今日の朝ごはん当ててください。あ、もう答えが出てる。言ったっけ。何も変わらない。あ、言ったかも。おお、答えいっぱい出てる。正解はバナナでした。バニャニャ食べました。言ったか、朝の配信で言ったみたい。バナナとあの蜂蜜、蜂蜜油当たりました、おめでとう、ありがとう。食べ物の食べ物のクイズだね、本当にバレちゃう。え、何にしよう。じゃあ、あ、今日一番最初に喋ったメンバーは誰でしょう。今日私が事務所に来て一番最初に喋ったメンバーを当ててください。さえちゃんブー、イブイブブー、エミリーさんブー、ネネさんブー。なんか危ない人みたい、黒だった。アキさんブー、マリアさんブー、ヒルちゃんブー。お、正解、かりんさん、伊沢ちゃん、正解、ザワチでした。今日一番最初に喋ったのはザワチでした。
タワーチーズケーキ。じゃあ今日最後に喋ったメンバーは誰でしょう。さえちゃんブー、エミリーさんブー、グッチブー、さあちゃんブー。お、これは結構難しいかも。お、ゆかちゃん正解、秋吉ゆかさんでした。やーくん正解、やーくんさん正解。ゆかさんと最後にお話ししました。ショートカットみたい。ショートカットにしようかな。じゃあ、何にしよう。何がいいかな。逆にじゃあ質問考えてください。謎、それはむずいか。あ、じゃあ、あ、小学校の頃のランドセルの色は、あ、いいね。小学校の頃のランドセルの色は何色でしょうか。ピンクブー。紫ブー、黒ブー、水色ブー、薄いピンクブー、薄紫ブー。赤正解だけど焦げ茶が正解だね。地図さん正解、焦げ茶でした。私は結構深めの赤だった。赤っていうよりめっちゃ深めの赤のランドセルでしたね。深い系の。みのるさん、お花ありがとうございます。ボルドーかな、ボルドーかも。でしたね。次の問題、じゃあ、小学校のクラブ活動何してたでしょう。バドミントンブー、ソフトボールブー、バスケブー、テニスブー、バレーボールブー、家庭科ブー。あ、でも惜しいかも、そっち系。小学校、小学校のクラブ活動は何でしょう。カルタ部なかったな、料理部もなかった。
え、クラブ活動ないの？小学校ってないのかな。私の学校はあったんですよね。水曜日だった気がする。毎週水曜日にその集まって何かやってた気がする。確か水曜日。お、結構これ難しいんじゃない？正解まだ出てない。え、結構当たんないのかも。まだ一人もいない。あ、それがあったの、あるのがあれなのかな。あの、珍しかったのかな、もしかして。料理じゃない。惜しい。もう言っちゃっていいかな。結構むずい分野なのかも。正解は理科クラブでした。何理科クラブってって感じだけど、何をしたかあんまり覚えてません。でも理科クラブだ。何したんだろう、理科クラブで。べっこう飴作ったかも。ちょっと覚えてない、そのべっこう飴の記憶しかない。実験、何やったんだろうね。理科クラブに入った。何したんだろうね、ちょっと覚えてない。これはあれだったね、難しい問題だったね。ハンダゴテ懐かしい。私めっ中学校の時にハンダゴテ、ハンダゴテってあれですよね、なんか、え、あれだよね。ハンダゴテって、あ、これさ、私めっちゃ上手だったよ、ハンダゴテ。これ何の授業だ、科学、科学かなんかの授業で、科学だったっけ、あ、じゃあ技術だ、技術の授業で、中学校の頃になんか作るものがあってハンダゴテ使ったんですけど、私めっちゃハンダゴテ上手。めっちゃ上手だった。得意だった、ハンダゴテ。ラジオとか作ったな。懐かしい、中学校。ハンダゴテアイドルやばい。ハンダゴテアイドルです。よろしくお願いします。特技に、確かに特技にハンダゴテって書こうかな。でももうめっちゃ前の話すぎて今できるか分かんない。やりたいな、久しぶりに。技術好きだったんだよね、技術の時間。イントロ感流れるまで眠れない。めっちゃ面白い。あなたの心をハンダ付けってやキャッチフレーズやばい。さすがにあのみん な, どういう子ってなるよね、それ。結構気になりそう。
頭良さそうな子に見える。不思議ちゃんに見えそう。面白い、超面白い。18分。ちゃ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 、ちょっと写真撮ろう。インスタに載せよう。シュール。そう、コメントとか映っちゃうね。ダメダメでした。何のポーズにしよう。一生悩む。ちょっと前髪が、前髪が変んだよ、ここが。もうボサボサだよ、今日も。今日は。取れた。ハンダゴテポーズって何？これを絶対難しいね。これ難しかった、撮ったものの乗せ方が難しい。隠すものが多くて、うん、難しい。あのさ、事務所のさ、この部屋の絨毯がめっちゃ緑で、めっちゃ緑めっちゃ緑になってる。かわいいよね、このケース。さやちゃんとお揃いなんです。これね、シール貼ったのって結構言われるんだけど、あのこういうやつです。もう元からシールっぽいデザインのケース。自作じゃないんだよね。じゃあ次の問題に行きます。こんにちは、私は韓国でショールームを見て、おお、アニョハセヨ、カムサミダ、チョヌン、ナナカイムニダぐらいしか喋れない。わあ、ジンちゃん、テーバ、はあ、あとチャルモッケスムニダ、チャルモゴスムニダ、あとはなんだろう、あと何が喋れるかな。ちんちゃましそよ、ましそよ。
コモンチョアヨサランヘヨキダリョキダリョみたいななんか待つちょっとあの分かんないけどドラマとかで見るキダロキダリョキダリジュセヨみたいな言うよね。カンドラ見てるとさなんかあのちょっとずつ単語がなんかあこれはあれかなって字幕と見てると思う。読めないんだけどあれだけなら書けるあの7か7かなら書ける。7回無理だ合ってるかなこんな感じだった気がする。なあなあかなあなあかもがみもがみもがみかなもがみ合ってるかなもがみこんなんだった気がする確か。合ってる？あと10分だ早いね。お銀一の剣さん奈々ちゃんに判断付けな銀一のありがとうくまたわ判断付けなってやばい判断付けつけちゃうよん怖ハンダ付けちゃう怖ありがとう。ななかちゃんあと30分は何時だって何時かな10時ぐらいだと思います。9時半か10時とか。あと30分だね残りこの枠以外じゃあ最後に問題出しますね。何しようかな最後の問題は私が最後に作った料理は何でしょう。最近最後に作った料理これ当たったら結構全部に言ってるよね。これ当たったらマジですごいって全部に言ってた恥ずかしい。なんでしょう。頑張ってください。ありがとうございます。料理、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 料理。
ップなんか正解言うの気まずいかも。はい、メニューを、正解は豆乳鍋でした。イエーイイエ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 イ。めっちゃ美味しかった。豆乳鍋すっごい美味しい。体にいいしね。みんな食べてみてください。アイスは作ったことないかも。豆乳鍋でした。それではランキング読みたいと思います。13位、山ちゃんさん、ありがとうございます。12位、808さん、ありがとうございます。11位、よしよしさん、ありがとうございます。10位、リンダンさん、ありがとうございます。9位、グッチさん、ありがとうございます。8位、イタルさん、ありがとうございます。7位、京都のお好み屋さん、ありがとうございます。6位金子さん、ありがとうございます。5位、昔は美少年さん、ありがとうございます。4位、銀一のけんさん、ありがとうございます。3位、七香にベタ漬けなルンルンさん、ありがとうございます。2位、レナメロちゃん、ありがとうございます。1位、鈴丸さん、ありがとうございます。皆さんどうもありがとうございました。あと30分の枠があるので、またしたい、また後で会いましょう。ありがとう、皆さんのおかげでどんどん2に近づいていっております。嬉しい、ありがとうございました。最後の枠もよろしくお願いします。ありがとうね。あと5分あった。まだ5分あったよ。9時半かな、次は。多分9時半か10時とかになると思います。起きてたら遊びに来てね。明日は朝やって夕方夜また当たり前のこと言ってる。朝やってで、多分7、8、9、10時ぐらいにできると思います。またタイムテーブルできたらお知らせします。よろしくお願いします。あと18日最終日の、あ、すごいガラガラ言ってる最終日の何するか決まりました。
終日はたこ焼きパーティーをします。イエーイピースイエーイたこぱたこぱたこ焼きたこ焼きありがとう。たこ焼きパーティーします。ゲストをお呼びしてます。ふふちゃんとふふですあと一人来るか来ないかもっていう感じです。皆さんお楽しみにしてください。時間は多分6時ぐらいだと思います。6時7時8時までだから8時までだからあの7時6時多分6時567か678とかでなると思いますのどこか。時間はまだ未定です。8時は過ぎてる。まあ6時ぐらいだと思います。6時7時いや6時かなタコパが始まるのはまあそれぐらいだと思います。また決まったらお知らせします。それではまた後で会いましょう。ありがとう。またね。ありがとう。バイバイ。じゃあねー。